言えちゃうよ、大丈夫ですということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、トリトンですね。はい。でトリトンの、まあいろいろ多分、トリトンがまだね、使いこなせないよとかね、キング軌道の位置がわからないとか、まあ、キング軌道の位置は結構いろんなね、YouTuber が紹介してるんですけど、逆サイ誘導の位置だとか、あとはそのトリトンが引っ張る法則だとかね、まあそういうのを結構そのずっとね、なんだろう、環境変わってからトリトンをね、触り続けてたんで、結構もうそこら辺のね、理解が深まってきたんで、ちょっとね、そこら辺を、語っていきたいなと思います。ということで、トリトンのですね、まあ、キング軌道ですね。キング軌道と、引っ張る、そうですね、位置と、まあ、あと逆サイ誘導とか、あとはそのキング軌道した後の、ベストな位置とかですね、そこら辺をね、見てもらえればなと思います。ということで、いきます。まずは、こうやって札、ちょっとね、トリトンが全然ねえんですけど。で、まずホグですね。で、ホグとかは、同サイドじゃなくて逆サイドのこの位置ですね。覚えてください。キングマスの1マス前とかですね。まあ、この辺が一番安牌ですね。はい。で、ここで出すと、引っ張れると。で、キング軌道ができる。はい。で、この位置なんですけど、この位置は、すべてのニット、すべてのっていうか、ジャイアント、ゴレ、あとは、ホグとゴブジャイですね。そこの4つのユニットですね。あとホグ、あとラムもですね。はい。が、全部この位置に出せばキング起動できます。なんで、タワーに攻撃を直接してくる系のユニットは全部この位置でできるんで、覚えておいてください。同サイドだと、ホグとかね、できない時があるんで、ゴレとかもね、そう、できない時があるんで、必ず逆サイドのキングの1マス前ですね。はい。そこを意識してください。ってな感じで、トリトン回るまで。しばしお待ちくださいという感じで、はい。次ですね。これゴーストできてないんだ。これちょっとスキップで。これね、キング起動しちゃっててね、できなかったんですよね。そう、火力がちょっと高くなっちゃってね。なんで、ゴーストは次の動画でやってます。はい。で、はい。すいません、ここですね。出したんですけど、トリトンの位置、ここ、今いる位置の1マス左ですね。この時計がついてるマスあるじゃないですか、今。ちょっと早送りすぎて、すいません。時計がついてるマスに出してるんですよね。なんで、キングが4マスあるじゃないですか。それの、外ですね。キングの一番端のマスだと、ギリ、逆サイドに持ってくることができないので、そこ注意してください。ね、2マス外。で、2マス外に出すときって、本当にこれ、引っ張れんのって思う人もいると思うんですけど、トリトンが1マス歩いて引っ張るんですよ。で、これ、1マス歩いて引っ張るのと、ここに出して引っ張るの何が違うのっていうと、思う人ね、いると思うんですけど、こう微妙にね、見てもらえると分かるんですけど、微妙にちょっとだけ左側に寄ってるんですよ。1マス。まあ、だから 0.8 マスぐらい歩いてるんですね、多分。そう。だからその、残りの 0.2 マス分、左に寄ってるから、これで飛ばすと、逆線に連れてこれるという感じで、ロイジャイとか、これはもう全部ですね。ロイジャイも、まあ一番逆線にね、連れてきたい。まあ、ロイジャイとかだと思うんですけど、まあ、ロイジャイもそうだし、まあ、ホグとかですね、全部のユニットがいきます。ゴレ、ジャイ、ゴブジャイ、そこら辺も全部逆サイにこの位置で持っていけます。なので、中心、キング4マスから1マス外れたところって覚えておけばいいですね。はい。なんで、キングがあるマスに、の上に出したら、絶対にキング、なんだろう、逆サイに連れてこれないんで、そこ注意してください。中心から2マス離れたところですね、に、トリトンを出すと。いうことを覚えておいてください。という感じでまた、トリトンが回るまで、スキッパーですね。はい。次、ディガー。ディガーですね。で、この位置、覚えてください。はい。ディガー真下に飛ばしてくるシーン、よくあると思うんですよ。迫撃使いとか、ラバ使いとかが、ディガーを飛ばしてきてね、真下に飛ばしてくるときに、ここに出すとね、真下よりも、一個、外側に寄っちゃうともうできないんですけど、この、なんだろう、アリーナタワーの真ん中のまでは、キング起動できるんで、逆サイのキングのこの1マスのとこですね。はい。に出すと、こうやって引っ張って、今よく見てください。こっからですよ。今キング起動してるから、キング起動するなんだろう、動きがないから分かりにくいんですけど、そう、キングのね、今3744じゃないですか。で、これで、キングなくてね、はい。一発殴ってるんですね。これでまあ、キング起動できる位置ということなので、ディガーがね、真下に来た時はキング起動ができます。真下とか、真下より一個左とかですね。
まあ、キング起動できるんで、そこら辺ね、覚えておくと、もうね、キング起動するとね、あれなんですよね、もうトリトンで引っ張って、その3つのタワーから攻撃できるんで、本来ね、1個のタワーからしか攻撃されないのに、トリトンで引っ張って3つのタワーからね、施設もないのに、3つのタワーから攻撃させられることができるということで、ね、非常に強力です。はい。で、また、これは、そうですね、で、落としていって、まあ、1個目のリプレイは終わりという感じで、2個目。ゴーストとナックリのキング起動ですね。で、これまたトリトンないんですよね。マジで。はいはいはい、回していき。これですね。はい。で、2パターンあるんですよ。2パターンともね、紹介するんでね、見ておいてください。ということで。はい、まずは、ケツから出すパターン。ここら辺ですね。はい。ダックプリ走った突進状態の2マス進んだぐらいのとこですね。で、ここくらいにケツからトリトン出すと、引っ張って、パンと、キングを殴ってキング起動。まあ、2発突進だから、トナメルールでね、500くらっちゃう、600か。うん、くらっちゃうから、正直痛くねみたいな。600くらい痛くなくねって思う人いると思うんですけど、逆に、その最初のね、600を許容することによって、後々、すべてのね、攻撃をほぼゼロに抑えられるっていう、もうね、最強カードなんで、マジで。なんで、起動はね、絶対にした方がいいです。個人的には、タワーダメージ1000切らなければ起動しちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。だから1700ぐらいでも、あ、600くらなーっつって、まあ、しゃーなしやなっつってキング起動しても全然いいんじゃないかなって思ってます。はい、てな感じで、今ですね、今のこの位置覚えてください。ダクビと新状態2マス自陣に入ったところからケツ出し、トリトンですね、再決ですね。で、まあとりあえず、あ、ちょし、まあ、進んでいき、またトリトン回して、はい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 。で、ゴーストキル。で、これ、ダメな例ですね。ダメな例。いきます。ここですね。で、ゴーストとか、ここは、ホグ。まあ、さっきね、言った通り、ホグとかゴレとかジャイが起動できる位置ですね。なんですけど、ここだとゴースト起動できないです。今、キング起きてないんで。あ、起きてるんですけど、ダメージキングに入ってないんで、この位置だとダメなんですね。で、これもまた、ゴーストとダックプリ、範囲はほぼ同じなんで、どっちでも、ゴーストかダックプリだったら、この位置でキング起動できるっていうね、二つ目の例なんですけど、また、ここです。ここ。で、1マス歩かせる。で、少しね、今ね、下にめり込んで歩いたんですよ、そのトリトンが。で、これで引っ張ってあげると、キングにもね、はい、ダメージが入ってます、ということで、一歩歩かせてっていう、まあ、ロイジャー引っ張るのと同じ理論ですね、はい。てな感じで、今みたいにね、歩かせていくっていうね、感じの、まあ、その歩かせるのが大事なんですよね、結局。まあ、1マスじゃなくて、まあ、0.8 マスぐらい歩くと、今みたいに、ね、下にめり込んだり、ちょっと左に寄って、るからロイジャー引っ張れたりとかね、まあ、そういうのがあるんでね、まあ、マスを覚えるだけで筋肉起動できると思えば、そう、結構簡単かなっていう、マスとタイミングだけですね。なんで、俺も最初は結構、それを知ったときに、なんだろう、実戦でやったりすると結構ミスが多かったんですよね。でもやっぱりずっと使ってたら絶対にミスらなくなるんで、まあ、そこら辺絶対にとか言ってこの後ミスったらいけるけど、まあ、という感じで、まあね、そこら辺応用しながら、まあやっていきたいと思います。マルチでいっか、よいしょ。はい、まあ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 、今のね、とりあえずペッカトリトン最強ということで、まあ、いろんなデッキ紹介したいんですけど、ちょっとリーグもあるんでね、リーグで出し終わったデッキからね、紹介いろいろしていければなと思っています。今のね、状態だとちょっと何使うかね、まだわかんないんで、そう、それをね、やっぱここで紹介しちゃうと、もしみたいな、っていう、あれが、心配があるんでね。あー、ネクラかー。よいしょ。もうね、このネクロの逆サイに、工場画像をやるとね、こうやって、相手に7入り使わせることができて、ネクロの前にね、何もつかなくなるっていう。これついてきたらマジブチギレなんですけど、多分何もつかない。はい。で、トリトンをここら辺に配置すると、両サイドですね。もしこっちにリクターされてても守れる。はい。で、こっちは強でいいですね。で、ゴーストをぶん投げると。いう感じ。あ、強よ。痛すぎ。はい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 。で、これで。はい。ケツペッカという感じで、まだネクロは回ってないはず。あと1枚かな、多分。はい。これでネクロが多分回ってるので、スケワレからネクロからの
コバトルネだよね。回ってるね。これで回ってるんで、でもここでね、エレキを追加して、ここに後ろになる、なんか蓋が来るんですよね。はい。なんで、ここら辺、OK。あ、OK じゃないかな、これ。さては。まあ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 。これもね、ぴょってキングギドできちゃうんでね。よいしょ。あ、やばい。キングギドできるけど。できるけど。痛い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 。やばい。キングギドしたいだけだった。したいだけだった。あー、痛ぇ。まあ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 、まあ、まあまあまあ、キングギドしたいだけで、キングギドできたんで、まあよしとしましょう。まあ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 。とりあえずこっからですね。はい。ちょっとボス延命します。OK。やばいやばいやばい。でこれ相手が気をつけの時にね、ケツからトリトン出しちゃうとね、気をつけ出されてもう強制引っ張りでね、気をつけでクローンとかかけられてもうタワーが落ちちゃうんで、ね、ちょっとかけられないんですけど、これもうねタワーと一緒にポイズンかけるしかないですね。よいしょ。頼むからエレキだけは死なないで、エレキだけは死なないで。んーねー、オッケーオッケー、おいー、全然いい全然いい。頑張れ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 。まあまあまあ、オッケー、いいよいいよ。でとりあえず無駄なエリクサを使わせたいので、オーブンを出し、オーブンじゃないな、はい、ね、怖い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 、やめろやめろ、ルル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 ル、危ない危ない危ない。これさあどうするよ、これどうするよって感じなんですけど、つらみんご、いやつらいですね。これ工場をこれでぶった切って、工場ぶち込んじゃおう。えい、お、これしかもホバー潰すからのですよ。いいいいいい、結構いい結構いい結構いい。でゴーストで横から殴り、よいしょ、なーい、ちますいちます、いけ、オッケーオッケー、危ない、ここが事故が起こるかと思った。いやーオッケー、こっちで待ってな、どうすっかなマジで。やばい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 、もうちょっと待ってちょっと待って、これね良くない、クローンは良くない、反クローンです、反クローン協会。やばい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 、お前だけお前だけはダメ、お前だけはダメ。あはい、っていう感じでね、まあこういう感じでトリトンを使うとねいいですよということで、ちょっとね、待て待て、もう一戦もう一戦だけ、これね、トリトンのね、使いどころがなかった。俺の応用するところがなかったから、今。ちょっと待ってね。もうプッて買って、俺一戦パッて買って終わる予定だったんだけどな、今日。まあ、ちょっと待ってくださいよ。そろそろ多分、いろいろね、多分ゴーストとかいっぱい出てくると思うんで、そこら辺をね、パッてキング起動してるラバー。もう、起動要素ゼロ。ラファーさすがにキング起動要素ゼロだから、どうしようかな。これコウモリってことはもうね、そのそれだからね、完全にもうクローンしたいですよ、ただクローンしたいだけって言ってるようなもんだから。よいしょ、はい、適当にポイズンかけてヘビを守り、あ、やばい、これ竹変わる3が5に、危ない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 、もう俺ラバクローン嫌いなんで。やばい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 、いやー終わった、マジでもう本当に3が5が変わったのが痛えな今の。なんか
変なとこ行っちゃってたしね、もうなんかクローンでベビドラ。とりあえずこっち行きます。ラバがどっちに来るか分かんないんでね、どっちに来るか。あー、こっちですね。これで今スケアミと、コウモリ、コウモリがなくてスケアミとランバーがある状態だと思うんで、スケアミにポイズン打っていきます。ロケット、やばやばすぎでしょ、さすがに。それはびっくりしたわ。しかもロケット打ってからなんかもう、あ、ねえんかなみたいな顔しといて、ちゃんとスキャミはあるっていうね。オッケーオッケー、まあ、そんくらいなら許す。オッケーオッケー、まあ、これでロケットか。いやーだるいな、さすがにロケットはちょっと違くね。はいはいはい、ではこれでスキャミにザップをとりあえず打ってばよしでしょうと。あ、ちょ、し、オッケー、オッケーオッケー、これ左はいいんで、もういいんで、はい。でこれなんか真ん中ラバとか、あ、真ん中ベビか、そう、なんかで絶対竹取ってくるんだよね、こういうのって。ラバ使いの人みんなこのラバーパピーとかクローンしたやつに全部竹取ってくるんで。ってことは雪玉がロケットになってるってか、ホバ、ホバかな、ワンチャン。あー、ホバだ。これは飛ぶぞ。はい、飛びまーす。うちのトリトンが。いやー、キング起動とかなかったなー、マジで。はい、ということでね、こういう感じでトリトンも、使えば勝てます。あとね、トリトンの、あともう一つ言い忘れてた。トリトンの、まあ、裏技的な感じなんですけど、射程が7あるんで、あれなんですよね。その真ん中トリトン1本折った時の真ん中トリトンですね、まあ、真ん中いうのに近い役割でできるんですけど、タワーに確定でタゲを取って、でトリトンって1回タゲを取ったら、そのタゲをね取ってからユニットを何か出されても、最初にねタゲを取った方に行くんで、タワーをもう出した瞬間にタワーをタゲ取るんですよ。だから相手がもう読みで出しないとね、あ、真ん中トリトン来るわっつって、読みで出しないと見てからだと間に合わないんですよね。そうだからユーノとかならね、ギリ間に合うけど、ユーノのちょっと確定で入るバージョンみたいな感じの役割ができて、まあ、タワーにはね、1、2発しか殴らないんですけど、確定でダメージ入れられるんで、あとちょっと、一発入れてから呪文圏内入るんだけどなぐらいの時は、真ん中トリトンもおすすめですね。結構ね、入ります、トリトンは。マジで読みで出してないと無理なんで。ってな感じで、まあ、今日はトリトンの使い方講座みたいなね。もうちょっとね、もうちょっとなんかそのトリトンを使って実践したかったんですけど、まあまあまあ、しゃあなしでしょうということで、まあこれをね、位置とかね、タイミングを覚えてもらえれば、誰にでもね、できる技術なのでね、はい、こればっかりは誰にでもできるんでね、ぜひやってみてくださいということで、今日は読んでおります。お疲れ様でした。バイバーイ。